どうも、大元帥です。今日はですね、デルタプラス使ってきました。で、相方が大元帥なんですよ。でね、これなんでこんなペアになったかというと、まあ、野良固定、ちょっと僕潜ってみたんですよ。で、野良固定募集したところ、これ初めてなんですけど、新兵って書いてあって。でね、偶然大元帥とマッチングしたんですよね。なので、まあ、大元帥って大元帥がね、野良固定でマッチングしまったら、まあ、どうなるかっていうところをね、皆さんに今日は見ていっていただきたいと思いますと。そしてね、ダークハンドとエピオンなので、まあ、しっかりとね、相手を寄せつけずにね、射撃戦をしていきたいところですね。でダークハンドは僕のことをガン狙いしているんですが、しっかり着地を取っていくとね、まあ、最強ですね。で、エピオンと来ているので、ここはしっかりとね、逃げていきましょう。ユニコーンと足並み合わせてね、しっかりと逃げつつ弾幕送っていくと、まあ、最高のコンビネーションですね。まあ、大元帥同士なんでね、最高のコンビネーションを披露してる。で、相手はクソぶっぱしてるんでね、まあ、そんなのは大元帥のペアは絶対許せないんでね、しっかりと、いいね、逃げつつ、で、相方が NTT になってくれたので、ここはしっかり前に出ましょう。で、ダークハンドがなぜか風格してきたので、いいね、しっかり射撃をしく、いいね、そんな腕で大元帥に立ち向かうんじゃないっていう意味のシャリダンですね。そして、おっと、エピオン君が前に出てきていますが、ダークハウンド君が落ちて試合終了ですね。まあ、大元帥と大元帥がね、ちょっと野良固定で組んじゃうと強すぎましたって動画ですね。申し訳ございません。それでは対戦ありがとうございました。